皆さんこんにちは産婦人科医の高橋怜奈です。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。本日はですね私の妊娠までの過程についてお話をちょっとしていきたいなと思います。私はあの以前 YouTube でも開けた通り双子の赤ちゃんを出産しました。で結構よく聞かれるのがどうやって双子になったのとかどうやったら双子になれるのとか。 聞かれるんですけれども今日は私の今回の妊娠についてお話をしたいと思います単刀直入に言うとですね体外受精で双子を妊娠しました細かいお話をしたりすると今不妊治療中の人とかが私の場合はこうなのに先生の場合はこうだったけど私大丈夫かなとかすごい心配になっちゃったりするので基本的に細かい治療はお話ししないでもう本当にざっくりちょっとお話をしていきたいと思います 今日は私の妊娠までのの過程にについいいててお話をししたとと思まます。す妊娠中のことに関してはででね、今まで動画を撮りためてるのでまだ編集してないのがあるので今後上げていこうかなと思うんですけれどもなんで不妊治療をしたかというと私の場合は結婚をしたのが2021年の4月なんですね事実婚なんですけど。でその後に2021年の9月に結婚式を挙げたんですね。 結婚式が終わるまではピルをずっと飲んでたんですよ。で、1、2年間ぐらいピルを飲んでたんですね。で、その後ピルをやめてまあ、普通に自然妊娠にチャレンジをしたんですけれども、まるまる2回生理を経験した時にもうお腹が痛すぎて、あの最後の3年間ぐらい生理止めてたんですけれども。もう久しぶりの生理が来たら。 もうくくぐらいお腹が痛くてしかもなんか学会期間中とかでどっか遠出してた時に生理が来ちゃってもう本当に痛くてもう動けないぐらいお腹痛くなっちゃってたんですよね。本当に吐くぐぐららいいって吐いちゃうぐらいで生理痛ってこんなひどいんだっていうのを経験してもうなるべく生理を起こしたくないと思って。 でしかも私年齢ももう35歳を超えてたので早めにもう不妊検査とか不妊治療したいなと思って不妊治療専門のクリニックに行きましたもともとピルを飲む前もかなり生理不順があってエコーでもちょっと多脳合成卵巣っぽかったので排卵うまくしてないんだろうなっていうのもあったんですよね生理不順とかもあったんで。でピルをやめてもやっぱり生理不順とかは続いたしこれ普通に生理痛を何回も経験してうまくいかないっていうふうやって。 で、生理の回数を繰り返すと子宮内膜症のリスクとかも上がって、不妊症のリスクとかも上がっちゃうので、もうなるべく早めに妊娠したいと思って受診をしました。で、最初、いろいろ検査とかをするんですよね。で、ただ、私が先生に言ったのは、私、その時受診したのが三十七歳の時かな。で、三十七歳で初めて妊娠に向かおうとしているわけですけれども、まあ、私としては将来、子供が。 1>, 1人でもできたらすごく嬉しいんだけど、まあ、可能でであれば複数人欲しいなと思ったんですよで普通に自然妊娠してじゃあ1人出産しましたってなっても数年後にもう1人欲しいって言った時には私40歳過ぎてる可能性も高いじゃないですかその時に妊娠できるか分かんないのでもう最初から受精卵をを凍結ししたたいって話をしたんですよねでそういう話をしたんだけどもまずは排卵誘発剤とかを使ってどのくらいの反応するのか見ましょうみたいな感じで。 でまあ、ハイライト発生使ってタイミングとかやったんですけど、うまくいかなくて。それでもう次からじゃあ体外受精にしましょう。みたいな流れでした。ま、いろいろホルモン検査とか amh とか見たりして、総合判断で体外受精をしましょう。って感じになりました。で、それが2021年のまあ10月。 11月ぐらいかなと思いますで当時まだ不妊治療とか不妊検査とか保険診療になってなかったので自費診療なんですねまあ、ただ一応助成金があったのでそれに関しては後からその検査代とか治療費が一部返ってきたっていう感じになりますいろいろうよ曲折あって卵を2個戻して 双子ちゃににななっったっていう感じになります。2つ戻すことに関してはいろいろ条件がありますし私自身も産婦人科医なので双子っていうのはすごくリスクがあるっていうのは分かってたんですよね。 だけどいろいろな総合判断で2つ戻すって感じになったのでなのでですねいろいろ双子になるリスクとかもあったりとかもあるんですがいろいろ総合判断でその辺は医師との相談になりますのでぜひ治療を考えてる人今治療中の人っていうのはかかってる先生とリスクとかも相談して決めていただきたいなと思います。私の場合は特ににに妊娠中とかもも本当に何もなく奇跡的に 無事出産を終えたっていう感じになるんですけれどもやっぱり2個卵を戻すっていうことは双子になるリスクとかも高まってしまいますしその辺のリスクをしっかりと説明してもらう必要があるかなと思います不妊治療とかに関してもですねやっぱり5年とか10年とか不妊治療に通われてお子さんがなかなかそれでも難しいってい方もいらっしゃる中で奇跡的に 赤ちゃんを授かることができて本当に良かったなと思ってるんですけれども不妊治療とかに行ったのって1年も経ってないんですがそれってまあ多分結構短い方なんじゃないかなと思います。そそれででももの短い期間でも 個人的には結構精神的に辛いなって思うことが何回もありました。あとはこういう言葉をかけられて嬉しいなってこともあったしあんまりこういうこと言われたくないなっていうこともいろいろ経験したので今後 YouTube でそういう不妊治療のを ことについてもまあ、そこまで細かくお話しできないんですけれどもちょっとお話ししていきたいなと思っております私が検査とか治療をしてた時は自費だったんですけれども今は保険になっていて不妊治療の敷居がかなり低くなったと思うんですよね今までは自費診療だった時はすごくお金もかかるだろうし不妊治療イコール体外受精みたいな感じで 行くのにすごく勇気がいるっていう人もいたと思うんですけれども体外受精まで行かなくても、まあ、簡単な治療で妊娠ができる可能性もあったりしますのでぜひ自然妊娠でなかなかうまくいかない人とかですねあとは私もそうだったんですけれども不妊治療とかって別に丸々1年妊娠成立しないから初めて行くとかじゃなくていいんですよね。 もう何ヶ月か頑張ったんだけどものすごく生理痛がひどいからもういち早く妊娠したいっていうのも不妊検査とか不妊治療の適用にもなったりしますのでぜひ私みたいにですね生理痛がひどい とか生理不順で自分でなかなかタイミング見たりするの難しいっていう人はぜひ医療を頼ってもらいたいなと思いますそしてですね結構その不妊治療のクリニックって医療機関によってもやり方とか、まあ、その方針とか結構変わったりするんですけれども同じ医療機関でも。 B さんにとってはすごくいい治療だけど B さんにとって合わないっろいろその患者さんのブログ個人ブログとかもあると思うんですけれども私はこの治療は合うのかなどうなのかなとか皆さんすごいいろいろ調べてると思うんですけれどもその人の臨床所見とか年齢だったりとか総合的に見てベストな治療を決めていくと思っていただいてなるべくあんまり人と比較をしない方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ情報 情報得るっていうのはすごく大事なのでネットとかで情報を得るんだけれども必ずしもそれが自分に合うかわからないその医師と相談してベストな治療を決めていってもらいたいなと思います本日はこの辺で終わりにします最後までご覧いただきありがとうございました産婦人科医の高橋玲奈でしたまたね